ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。こちらはね、兵庫県、姫路市の姫路港になっております。はい、本日はね、ここからね、小豆島フェリーに乗って、小豆島のね、福田港まで向かいたいと思います。はい、今日はね、乗客の方たくさんおられますね。人もね、車もバスもトラックも結構いてますね。はい、ここからね、桟橋の方に向かっていきたいと思います。運賃の方はね、人だけでしたら、往復運賃、兵庫県姫路港から小豆島福田港まで往復は、大人1人、3250円ですね。3250円で行けます。はい、結構ね、手軽に行けますね。福田港からもね、レンタカーとかね、バスとか、1日乗車券とかね、発売されてるんでね、それぞれのね、方のね、利用方法に応じてね、いろんな選択肢がありますね。ただレンタカーの場合はね、予約しといた方がいいかなと思います。これからね、紅葉シーズンにね向かって、寒霞渓の方なんかはね、すごく人が増えていくかなと思いますね。はい、ここからね、小豆島福田港まで約100分で、航路を結んでおります。まもなくね、小豆島福田港からの折り返し便がね、接岸されますね。はい、はい、第3オリーブ丸でしょうかね。はい、船内ではね、売店がありまして、運航便によってはね、営業してない便もあるかと思うんでね、事前にね、調べられてから乗船されることをお勧めします。うどんとかね、定食なんかも食べれるみたいですね。うどん美味しいですよ。はい、売店ではね、ちょっとしたいいものとかね、お酒のね、おつまみとか売ってますね。はい、少々高いかもしれませんがね、旅の一つの思い出にいかがでしょうかね。船が入ってまいりました。ここからね、折り返して、出ていきます。はい、はい、姫路港からね、出港いたしました。はい、はい、ここからね、約100分でね、小豆島福田港まで行きます。今日はね、天気もよくね、ぬくいですね。はい、風もあまりありません。乗船した日付はね、11月3日のね、祝日の日に乗船しました。はい、結構の人は乗ってますね。はい、寒くないんでね、甲板でも結構人が出てますね。風が強いんでね、携帯電話のスマートフォンなんかね、落とされないようにね、した方がいいかなと思います。こちらね、新しくベンチがね、設置されてますね。前に乗った時はね、なかったような気がします。ここにね、座ってね、海をね、ぼーっと眺めるのもね、いいかもしれませんね。日頃ね、忙しい方ね、ちょっとした息抜きでね、ストレス解消にね、海眺めてるだけでもね、気持ちがいいもんですね。はい、はい、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。はい、上部甲板もね、こういった状況になってますね。反対側の方にね、回ってきました。ちょっと小豆島のね、方にはね、怪しい雲がね、立ち込めてますね。雨降らなければいいですが。ゴミは宝チャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。